キスポやと思ったらこっちだよな。エキスポよりいいかなと思って。アウトレットって。アウトレット、うん、ちょっとアウトレット行きたいよね。アウトレット、アウトレットってサンダーもしかして行くん、うん、おお。高速乗ってサンダー、なかなかちょっと金が飛んでいきそうな場所に行くじゃないですか。当てるとしたら今日の企画ね、アウトレットの店員に念願の嫁のお父さん混ざってるドッキリ。いや、分かるわけないやろお前。分からんやろ。アウトレットの店員実は全員織田家ドッキリ。織田家の末裔たち。それやあ、織田信長の末裔たち、信長たちの末裔たちがいると。それやったら結構バズるんちゃう、マジで。やりきったら、やりきったらすごいぞそれ。はい、ということで始まりました。来ましたね。どうも、デンガンです。どうも、花尾です。はい、ということで今回ですけど、はい、花さん、今回今日の企画、まあ、さっきいろいろ話されてましたけども、僕からのまだ誕生日プレゼントまだだったじゃないですか。確かに。そう、まだ渡してないということで。いただいてないですね。そういう企画なんですよ。お、それはちょっとありがたいぞこれ。はい、ということなんですけども、これありがた企画ですよこれ。けども、まあ、ただ何か渡しても別に企画にならないんで。ほう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 。ここ今日はね、この神戸サンダーアウトレットに来て、はい、やりたい企画がですね、30歳になった花を30分で30万円チャレンジ。マジで言ってる。マジで言ってるお前。マジ、ね、僕のポケットマネー。すごいなお前。ちょっと待って俺。30万円用意しました。でただこれを使える時間は30分だけです。マジで。でもルール説明しますね。なかなかやぞお前これ。でも使わないとダメなんですよこれ。25万円以下しか使えなかった場合、自腹になります。来たか、来ましたか。ですし、じゃあだったら、まあ、やらなければやられる。じゃあだったら何も買わなくていいやんってなるやん。何も買わなくていいやん。最10万円以下だった場合はその倍額で俺たちにやられた。これもやらなきゃ、殺さなきゃ殺されるね。30分経った時に並んでるレジは有効にします。あ、30分経った時にもうすでに並んでるレジ、それは有効です。うわマジで。ただ思ってるより人が多いことに気づいたんで。いやマジで。なんか一品、だから一品は5万まで。だから要は一品だけ買って30万のもの一品だけ買うとかは NG で。あ、なるほど。5万のものを6個買うは OK だけど、要は一品最高が5万以下じゃないと。5万以下じゃないとダメ。なるほどね。ポイントは25万から30万の間だったらもう全部僕のおごりです、これ。マジでお前ってか、ハブリ良すぎてさお前。でも25万以下やったら自腹やから俺返してもらう。いやまあそうなんやけど、確かに返してもらわなあかんからね。用意したんすよ。マジでお前、これ僕のほんまマジ自腹。330って企画やから、これ30歳で30分で30万円。あ、なるほど。これ330です。なるほどね。だからお前100歳だった時は100歳が100分で100万円チャレンジやってあげてもいいよ全然。ということでこちらお渡ししますので今から用意したいと思います。ということで撮影やっていきたいと思います。よーい、スタート。とりあえず地図をとりあえず見るしかない。でもアクセス家具行く、家具行くから、まず家具行くで、あれ俺のあと何分か分からない。ちょっととりあえず行きたかったのはなんか ノースペースみたいなやつないですか。あ、プーマ、じゃノースペース。俺はノースペースを探しているんですけどね。ノースペースがもう見当たらないというね。あのとりあえずじゃあもうね、行くしかない。もうたった。やばい、ちょっとまあそれとりあえずやばい、グッチめっちゃ並んであるわ。メゾンマルジェラ入りたいと思います。じゃあこの腕輪をもう使いますので、ご覧いただいたりとか。あ、つけてみていいですか。あ、いい感じです。じゃあもうこちら買わせていただきたいです。ありがとうございます。もうすぐ帰らないといけないんで、ちょっと先にね、お会計いただいていいですか。申し訳ないです。ここで、なんか電話してる電話してる場合じゃないぞ。あ、今電話してたのか、もしくは電話のふりをしてた。あ、もしもし。あ、なんとか今もう少しで買い物終わりそうなんで、もう少しでそちらを迎えると思います。は
はい、はい、では失礼いたします。今ですねちょっと4万円ぐらい使いましたね。今ちょっとねお会計を急いでもらってるんですけども、ちょっとねこういうお店は結構そのお会計もしっかりやられるタイプのところが多いんで、ちょっとねもう6分ぐらい経過している感じですね。さあ今タイマーがですね20分30秒になりまして、あと30秒で10分というところまで来ております。ここまで10万使えてないと結構危ないと。そうですね、いうことですね、はい、これはでもロスタイムだな、さすがにレジが長すぎる。どんな感じでしょうか。はい、もうドライバーだと10分10分やばい、とりあえずねマジで、はい、ブレスレットを買いました。おー、はい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 、マジラで。ちょうど5万切りの4万7千円やったんですけど、はいはいはい、なんと例えば 20% オフで4万円ちょっとなんかバリだるバリだるってなりますね。あのレジの時間がちょっともったい長かったんで、今日ねロスタイム用意してるんで。アンダーアーマー、アンダーアーマーめっちゃ取ってる。持ってる。あれ1着いくらなんやろ。あれ2000円とかでクソやばない。はい、なんか高そうなウェアを、高そうなウェアをちょっと買おうかな。ショーツですね。ショーツ好きなんですよね。来た。はい、わかりました。9000円しかつけません。あのね、ランニングショートパンツを買いました。花選手、朗報です。あと何分ですか。あと3分なんですけど、レジの時間が相当長いんで、ロスタイム12分差し上げます。で、あのここからはもう値段の制限なしで。マジで。どうぞ。マジで。ここからは値段の制限なしで。だから本当に、いや、だからこれで無理やったらもう無理です。よし。はい、12分プラスいただきます。12分プラスした。はい、ということで12分プラスの13分50秒。はい、ちょっとね今ロエベ来てるんですけど、いい感じのねなんかカバンとか結構あるんで、これはもうねあのちょっとあいつらのお土産にしようかなと思います。はい、このカバンとかね結構可愛いんですよね。ね、電眼っぽくて。だからこれ5万やろ、4万7000やろ、9000やろ、2、3万とかですけど、8万ぐらい、あと22万。でもきついでめっちゃこの時間で。はい、制限取っ払ってロスタイム入れたとしてもこうきついぞ。そうですね。あ、なんか店の人と話してるで。はい、いやいや、あの黒の服買うって絶対、あれしかも10万ぐらいするって、あれワンチャン、あの黒の服。いやちょっと使う気がなかった。ちょっと使ってしまいましたね。ちょっと使っちゃいましたね。やっぱでも確かにこれやってみたらわかるけど、人間急に使えって言われたらねドキドキするものよ。はい、ということで帰ってきました。ということで30歳の花を30分で30万円チャレンジ、以上になりましたけども、激闘が繰り広げられてましたね。いや、そう、激闘でしたよ。お前激闘に激闘、店員さんとバチバチに揉めてたから。揉めた。揉めてました。何で揉めんの。やっぱお金がやっぱ30万円切るか切らへんか。あ、そこでその瀬戸際を攻めてたから。全部お前が悪い。すいません、ちょっとちなみに変えていいですか。変えてもいいですか。チェンジ5万円ぐらいのやつってなんかあります？これが1万円ぐらいになるのかな。70で来て、ちょっとぴったりで お小遣いみたいな、なるほど、金ちょっと足りひんかなと思って一回店の外出て、ちょっとお前にちょっと追加お金くれへんって言おうと思ったけど、お前がなんかちょっと早終わらへんかなみたいな感じしてたから、ちょっと今声かけられへん。いや違う、もうちょっと金くれへんかながまずおかしいから。この企画で30万円言うてんのに、もうちょっと金くれへんかながおかしい。十分出てんねんから金。さあ果たして、ちなみに何買ったか、ある程度何買ったかちょっと見たい。じゃあまずね、ちょっとでも電眼にちょっとお礼をね言いたい。今回は何が本当にありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。で、パカッと、こちらブレスレットでございます。おー、すごっ。うわ、こちらがですね、マジか。それでこれでなんと47,000円。高っ。すげー、すごいな、マジで。これがマジで言ってる。これ20でも 20% オフで4万円でした。あ、なるほど。 20% オフ誰って思った。誰って思いました。正直もうええ手ってなりました。もうええ手ってなったよね。こちらさ5万で
5万以下で認められるってあるので、はい、もう少しでも5万に近づいた方がそうやね、そういうこと早く終われると思うんですけど、はいはいはい、で次にアンダーアーマーね、はいはいはい、最近ちょっとジム通いしてるということで、はいはい、なんとショートパンツをいや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 、なんとお値段安っ3000円3000円3000円なんとお値段3000円、まあ、安くないんやけど、まあそうなんや、安くないんやけど、この企画においては安い、マジで誤差レベルの、確かに。で続いて向かったのがめちゃくちゃ探してた、てか今回マジで神引きしたと思う、これ。あ、これがこれを探しに行ったと言ってもいい。いや、もう過言じゃない、全然過言じゃない。なるほどね。これがね、めちゃくちゃ欲しかった、なんとアークテリクスっていう、ダウンジャンパー、これ。そう、これね、これダウンジャケットなんですけど、これ山登りとかに行けそう。これはね、山登りで使うような、なるほど、ダウンジャケットなんですよ。で、これアウトドアブランドの中でももうハイブランド、なるほどなるほど、ハイブランドよりのアウトドアブランドなんですよ。なるほどなるほど。で、これのジャケットをずっと俺は買いたかった。よかったよかったよかった。それは35,000円の多分 20% オフぐらい。あ、なんかじゃあ3万ぐらいで買えたい。そう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 。じゃあめちゃくちゃええ買い物。これはマジでもういっちゃん、あ、出すな、出せな、これだけです満足。残りのロスタイムもらった12分で10分駆け込んだのが、はい、ダーンロエベという、もうだからもうやばっ。まずですね、はい、ロエベのうわ高そう、ニットですね。うわ高そう。これでも元10万ぐらいするんちゃう。安くなっても5、6万するんちゃう。これだいたい3万ぐらいでした。これ安っ、安っ。ロエベのもうだいたい60%オフとか。あ、やっぱそうね、表示価格から60%オフ、はいはい、だからアウトレットやからね。はいはい、続いてこちらが、そうです、パーカーでございます。うわ絶対可愛いやんそれ。パーカーですね、まあ、黒色の、まあ表側はシンプルで後ろ側に、ね、こう、はいはい、なんかこう、うわおしゃれおしゃれ、民族のこれ俺が着たい、民族のまあなんかプリントがしてある。最後こちらニットでございます。あー、これはやばい、これは体積がやってるよ。これでも俺が着るやつやん、これ体積やってるよ。はいはいはい、これはやばい。こちらはね、いやこれでも元20万とかするんちゃう、これワンチャン、これロイヤルやったら。こちらお値段、はい、10万円です。うわ高っ、高っ、うわマジで。これもしかもさ、560%オフで10万ってことは、いや元ね、20万以上するんちゃう、結構いってると思う。2円だからさ、はい、それでなんぼ、これで3万だね。はい、ということでここに残った残金が3万3172円ということで25万円クリア。ありがとうございます。ちなみにこちらはベンガン君へのプレゼント。え、マジで？こちらはキムへのプレゼントでございます。マジで言ってる？マジで言ってる？いや、じゃあマジでええで、そんなん。いやいやいや、これだってお前が着る服やもん、完全に。10万？ 10 万？いや、さすがにロエベ独り占めはちょっとできないっすよ。いや、マジでそんなん、ほら、いいんすか？さすがにロエベ独り占めできないんで。マジで言ってる？それ、お前、俺に感謝しなかれば。マジで言ってる？まあでも、3人で、はい、まあロエベ来たらええかなって。確かに、わかりました。30歳が30分で30万円。これは、ちょっと厳しいっていうことが分かりました。いや、ほんまてか、ちょっと厳しい。これ検証でもあるんよ。はい。ということで、まあそういう検証結果になったということでね。まあその辺をね、ぜひ皆さんで、ね、楽しんでいただけたらよかったかなと思います。ということで、本日の花手が以上になります。ありがとうございました。ありがとうございました、本当に。いやいや、全然。